アニハセヨヒヨンです。今回はですね、最近手に入れた韓国コスメのご紹介をしていきたいと思います。最近手に入れた韓国コスメはですね、もうヒヨンがもうずっと欲しかったツヤ感たっぷりのリップだったり、キラキラ多めのシャドウだったり、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。はい、って感じでどんどん紹介していきたいと思うんですけど、見ての通りフィオン前髪を切りました。久しぶりにこのぐらいまで伸びてたんですけど、ちょっと撮影の関係で前髪を切って、ずっと真ん中を分け目にしてたので、このね分け目が結構目立っちゃってて、ちょっとシュンちょっとシュンってなってます。で、まずはこちら、マイクロセッティングフィットクッション101番で、このムーンショットのクッションファンデはヒヨンがもう何回も何回も紹介していて、もう大好きなクッションファンデなんですけど、もともとヒヨンが持ってるのはこちら、宇宙みたいなパッケージのコレクトフィットクッションで、新しく買ったのがこちら。ヒヨンがもともと持ってるこのマイクロコレクトフィットクッションは薄付きなのに結構カバー力がしっかりあって保湿してくれるようなクッションになります。で、それに比べてこの新しく買ったクッションは持続性が結構あって水分量が多いクッションになるみたいです。で、こっちの方が全ての肌タイプに合うらしい。これはそのサイトに書いてあったんですけど、じゃあ実際使ってみますね。じゃあフィアンがもともと持ってるこのコレクトフィットクッションはこんな感じで、肌につけてみるとこんな感じです。で、今回フィヨンが新しく買ったこのセッティングフィットクッション、やっぱこれも水分量がたくさんあってこんな感じ。なんかこっちの方がちょっと白い気がする。あんまり違いがない気もするけど、こっち伸ばした、ねえねえ、馴染みがすごい。上も上も馴染みがすごい。どっちとも言えるのはやっぱり薄付きでちゃんと密着してくれてカバー力があるって感じ。2つのクッションにすっごい大きな差があるわけではないけど、こっちの方がカバー力があって、こっちの方がマルチの肌に合うっていうイメージ。ただ一つ言えることは、やっぱムーンショットのクッションファンデは最高に良い。ほら全然違うんですけど、じゃあちょっと全体的につけますね。ほら綺麗すぎる、やばい。で、薄付きっていうのがすっごいいいし、クッションファンデって結構よれちゃう感があるじゃないですか。これは本当に密着度が高いからよれる気配があんまりない、デフィオンは思う。なんかこうやってクッションファンデでちょっと爪でキュッてやったら爪の形で跡がついちゃう感じだけど、これは全然ないし、ちゃんと保湿してくれてるんですけど、そんなベッタベタじゃないから使いやすいと思う、すごい。みんながこれだけフィオンの肌が始まらないです。はい、って感じでムーンショットの仕上がりはこんな感じです。はい、続きましてアイシャドウになります。アイシャドウがこちら、たらん。今回 3CE のアイシャドウを買ったんですけど、まずはじめにこれ、ミニマルチアイカラーパレットダイヤモンドグリントっていう色です。で、今韓国ではアイシャドウが本当にキラキラなグリッターみたいなものが流行っていると思っていて、これもねラメ感がすっごい綺麗なんですよ。やばくないですか。もうなんかシャドウっていうよりもスパンコールというか、そっち系に近いザクザクなラメです。で、色味を一つずつ見せると、こちらが、これはちょっとラメ感が細かい方かな、まあ、こんな感じ。ちょいピンクなんですけど、そこまで主張してないピンクですね。こんな感じ。続きましてこちら、これは少しラメ感がさっきのよりも強いかな、こんな感じ。まあ、でも本当に可愛い、フィヨンが好きな感じのラメで、そんなにブラウンすぎもしないのですごい使いやすいと思います。続きましてこちら、これはさっきのよりも、この2つよりもちょっとザクザク感があるラメって気がする。触り心地がそんな感じ、まあ、こっちの方がラメが大きいというか、こっちの方が繊細で、最後にありえないぐらいザクザクのこちら。これはもうなんかね、濡れてるというか、これで見てもわかると思うんですけど、ほんとジェルっぽい感じです。で、塗ってみると、塗ってる時点でジャリジャリしてるぐらい大きいラメです。で、続きましてこちらです、 3CE アイスイッチポットで、これがダブルノートっていう色で、これがペタルっていう色です。色味はさっきの色に合った感じのなんかダイヤモンドみたいなラメと、これがダブルノートですね。
で、このペタルっていう色はちょっとピンクがかってる感じ。これもすっごく塗った時に柔らかいジェルというかクリームというか感じになってて、もうありえないぐらいの大粒です。舞台メイクに使うんですかってぐらいザクザクのダメですね。これはこんな感じで、もう一つがこんな感じ。すごい。なのでこのラメは全体につけるっていうよりも、ほんとポイントとしてきらめかせるためにつけるっていう感じですかね。でもこういうラメが今韓国ではすごい流行ってるので、一つ持っておくと最新の韓国メイクが結構叶うんじゃないかなって思います。で、フィヨンが使う色はまずこちら、このちょっとピンクがかったいつも使ってるようなキラキラ感のラメをアイホール全体に薄く塗ります。これを濃く塗ってしまうとそのまぶたが重い感じになってしまうので、そしたら反対側も薄く伸ばします。そしたら涙袋全体にも塗るんですけど、この時にも薄めに塗っていきます。薄めに塗るんですけど、でもこの時はあの黒目の外らへんまで薄く。そしたら次にこの大きいラメを黒目の上と下まぶた、黒目の下に塗っていきたいと思うんですけど、この時におすすめなのがこういう平らなブラシが結構おすすめです。割とフィヨンがいつも使ってるこういうふさふさなブラシを使ってしまうと広い面積についてしまうので、ピンポイントで塗れるようなこの細いブラシを使った方が良いです。そしたらつけてもらって黒目の上に置く。塗るっていうよりも置くイメージ。ラメがすごい豪華って言っても色が濃いわけじゃないので、なんかピュア感が出るというか、華やかさの中に儚げな感じとかなんかナチュラルな感じがあって、すごい最近の韓国ラメはめちゃめちゃ可愛いです。でもらったら黒目の下だけにピンポイントで塗る。置くか、置く、こういう風に、これこれこれ、こういう風に置く、こんな感じです。はい、続きましてこちら、ロマンロのベターザンチーク04番ピグチップっていう色です。で、これは何で買ったかというと、まずフィヨンの中でロマンロのブランドがすごい来てるっていうのがあって、これは買いました。色味がすっごい可愛くてピンクなんですけど、すごい落ち着いてるのでフィヨンも使いやすいんじゃないかなって思って買ってみました。じゃあこれをつけてみます。腕で取ってもらって、めちゃめちゃ可愛い。なんか最近はコーラル系が好きだった、まあこれもちょっとコーラル系に入るとは思うんですけど、なんか大人っぽいピンクですごいなんか可愛らしいイメージになります。ラメが入ってるわけでもないので、この上からちょっとキラキラなハイライトとか足してあげたらすごい可愛いし、まあナチュラルにしたい時はこれだけでも大丈夫だしって感じで、本当に万能チークっていう感じです。いい。続きましてフィヨンが大好きな大量のドラーンリップになります。これちょっと量が多いので、なんかもうどんどん紹介していきたいと思います。で、まずはじめにこちら、ロム&のグラスティングウォーターティント、これはフィヨンが持っているこの前買ったロム&のティントの新しいバージョンで出ていて、韓国でもすっごく人気なので、色がね全然なくって、やっと買えたのがこの2つです。もう本当に人気すぎて全然在庫がないらしい。あ、フィヨンが持ってる、で、フィヨンが持ってるこのジューシーラスティングティントよりも結構ツヤ感がすごいみたいなんですけど、こんな感じです。ほんとツヤ感。これが02番のレッドドロップっていう色で、こっちが03番のブリックリバーっていう色、ちょっと濃いめの赤になります。うん、めっちゃ可愛い。やばい、このテクスチャーが最高に良い。でも拭いてみるとやっぱティントなので、ちゃんと発色はしてますね。こういうところが韓国のティントの好きな部分ですね。日本のツヤ感のリップよりもちゃんと発色してくれるので、すごい良いです。血色感が残ってすごいいいですね、はい、続きましてフィヨンがずっと欲しかったこちら、このオピューのジューシーパンティントとジューシーパンです。
で、これは何が違うかというと、こっちがスパークリングティントって感じで、結構ね、キラキラが入ってるんですよね。で、これを見た時に、これもね、このツヤ感がめっちゃ可愛い。これはね、ラメ感があるんですよ。わかるかな？ラメが入ってんの。こっちは、まあ、割と普通なティント。これもツヤ感なんですけど、ラメは入ってないって感じ。これはインスタで見てて、本当に可愛すぎてずっと欲しかったんですけど、やっと買えたって感じです。続きまして、こちら。ブラックルージュのエアピチョチョティンテ。上が C06 番の色で、下が C05 番の色になります。でもどっちも赤系。で、実際塗ってみると、これもすごいツヤです。めちゃめちゃ可愛い。これはコスパがいい。すごい安かった。これが C06 番の色。こう見ててもわかるように、韓国では今こういうツヤ感のティントリップがめちゃめちゃ流行ってるので、もうみんな要チェックっていう感じですね。で、これが C05 番の色です。ちょっと濃いね。でもこのツヤ感、オペとロマンドよりはもっと発色してくれるって感じですね。もうリップは本当いくらあっても足りないです。続きまして、こちら、これがナミングの、これもリップになるんですけど、これはちょっとね、大人っぽい色で、これもツヤ感がすっごい可愛かったんですけど、こんな感じ。オペとロム&に似てる発色感。このブランドはこれからクルっぽくて、なんか結構チェックした方がいいよって店員さんが言ってた。ヒヨも最初知らなかったんですけど、なんか店員さんにおすすめされて買いました。続けまして、こちら。B by Vanilla のリップライクモイストティント PK01 番です。で、この B by Vanilla でもこのティントは出てて、これはね、ちょっとね、なんか夏に合いそうって感じ。塗ってみると、ちょっとね、蛍光っぽいというか、ちょっと派手な感じがしますね。これもツヤ感がすっごい可愛い。やばいよね。で、最近フィオンがすごいハマってるリップの塗り方が、オペのジューシーパンスパークリングティントと、このロム&のグラスティングウォーターティントの02番を一緒に使うことです。じゃあちょっとつけてみますね。まず全体的にこのオペを塗ります。あら、可愛すぎるの。なんか絶対みんな無理なくつけれる。私程よい発色だからすごい自然だし、でも色味はしっかりあるって感じ。超可愛いですよね。こんな感じでオピを全体的につけてもらったら、次にこのロム&をこの内側だけに塗って、ちょっとグラデーションみたいにするの。いきますよ。一塗りで、って感じにすると超絶可愛いリップになります。最近この2つのセットしか使ってないくらい大好きな組み合わせです。イイ、はい、って感じでヒヨンが最近買ってきた韓国コスメのご紹介だったんですけど、いかがでしたか？もう今韓国で流行ってるコスメだけを買ってきたので、結構ね、流行りのコスメを買いたい人はヒヨンが紹介したコスメたちをチェックしてみるとすごいいいかもしれないです。でも他にもいろいろ出てるので、なんかテクスチャーが似てたり、なんかシャドウのラメ感が似てたり、そういうのもいろいろみんなが知ってるのあったらヒヨンに教えてほしいです。って感じで、この動画が楽しかったり、韓国コスメ欲しいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クローン、アンニョン。